皆さんこんにちは、タドルです。今回はですね、片頭痛や緊張性頭痛、いわゆるスマートフォンを見たりとかパソコンをしたりとかで首が凝っている方たくさんいると思うんですけども、そういった首が凝っている方の対処法、一時的にね楽にさす方法を紹介します。でまずはですね、首のですね一番上の部分、頭蓋骨の下の部分、この頭蓋骨の下の柔らかい部分をですね、下から上に押し上げていくんですけども、そういった場合誰かからやってもらえればいいんですけども、大体の方が、まあ、自分でやるしかないと思いますんで、壁を使って意外とね楽に押し上げる力が楽にねできますんで、よかったら参考にやってみてください。ではやってみます。手を組んだ状態で親指でですね、頭の後ろ、頭蓋骨の底部、この柔らかい部分を下から上に上げるんですけども、上に持ち上げる力がいりますんで、今回は壁に手を置いて親指を立てて頭蓋骨の底部に当ててですね、下を向いた状態から上にゆっくり向きます。で力を抜きます。しっかり押しながら上にゆっくり上げたら押します。ゆっくりね、しっかり押さえたまま頭を動かすと、親指でしっかり上に持ち上げている感じと同じようになりますので、下から上に首を動かすっていうのをゆっくり2秒ぐらいかけて5回ほどやってみてください。そうするとですね、しっかりこの首の頭蓋骨の底部が筋肉が柔らかくなってですね、少し頭痛や肩こりが楽になりますんで、やってみてもらえたらと思います。でですね、この頭痛が起きる原因なんですけども、大体の方がやはりストレスとかプレッシャー、あとは情報過多、例えばインターネットとかでね情報が入りすぎてもやっぱりストレスになってしまっているんですよね。そういった場合とか、あとは忙しい時、スケジュールがねもうしっかり詰まっている時とかは、やっぱりあー疲れたな、めんどくさいな、大丈夫かなってこうストレスになってしまっているんですよね。そういった場合に頭痛が起きてしまうんで、今みたいにしっかり頭蓋骨の底部を下から上に持ち上げて力を抜くということを、まあ何とかしてもらえたらと思います。よかったら参考にしてみてください。で SNS でシェアとか、あとはグッドボタン、コメントいっぱいもらえるとね、すごい助かります。すごい助かります。なのでぜひ皆さん頑張ってみてください。いつもねリラックスして、筋トレして、美味しいもの食べて、元気に過ごしていきましょう。タートルでした。Thank you.